なんか炎上したとか知ってる俺なんかちょろっと話だよね。視聴者から聞いたんだ。なんだっけ名前。で、目覚ましテレビで、あの、報道してたんだって。ヘキトラ、ヘキトラっていう人が挙げたんだって。で、すげえ、それがなんか、テレビに報道されるぐらい炎上したんだって。 まあでもさ、面白いか面白くないかはさ、個人の主観として。俺別に全然面白くなかったんだけど、その動画チロッて見たんだけど。たださ、その、そんな、テレビで取り上げるほどのさ、ことじゃなくねえかなと思っちゃったんだよな。なんかすごい大ごとになってて、ちょっとかわいそうと思っちゃった。あんなのをさ、テレビに取り上げられるってさ、じゃあ、 あれにムカついてるのってさ、あの、みんなはさ、男性が大多数だからさ、まあ、80%、85%ぐらいは多分今男性が聞いてるだろうから、男性諸君に問いかけるけど、あれって別にさ、男から見てたら別にどうでもいい動画じゃん。イラってこないじゃん、別に。で、やっぱ女性が怒ってるらしいの。で、その、 遊んでた女が、ねえねえねえ、この、あ、なんか YouTuber が、女の子を振り返らせてブスって判断して動画、えん、が炎上してるの知ってるあれ超うざくないって言われて、いや、俺別にうざいって思わないわ。だって俺別関係ないし、その、俺が言われてるわけでもないし、って言ったら、え、なんでなんでさ、そうやってさ、人の心がわかんないの別にあれ、被害者はかわいそうじゃないみたいなこと言ってたら、ほんで、いや、別になんかねやれ、やいねやいの喧嘩してて、で、俺、 心、もう真実を知ってるわけ俺、それ。真実を。その、真相の。あれ、ブスが、心な、心がブス、もしくは、容姿がブスな女が、同胞を傷つけられて、クラピカされてる状態じゃんあるって。美人な女は怒ってねえよ。お前だから心がブスか、見た目がブスか、どっちかよって言っちゃったの、俺。絶対そうじゃん。あんなのさ、他人事でさ、炎上することじゃねえんだよ。 あれ、同胞傷つけられたブスが怒ってんの。なんならもしかしたら自分の身に振りかかるかもしれないから。美人だったらさ、だって自分が美人だったら、振り返って可愛いねって言われて、全国ネットでバーって広げられて、あ、可愛いこの人って褒められるんだよ。で、ブスだったら、お前ブスだなって言われて、でもまあモザイクとか多分かけてたと思うんだけど。で、要はさ、その、ブスが怒ってるわけよ。でも世の中ってさ、女性まあ8割9割はさ、一般的にはブスって言われちゃうじゃん。ネットにさらされちゃったら。 だって世の中の8割9割のブスに切れられてんだなって。っていうふうに <laughs> 言ったら、お <laughs> えってな女が泣いちゃった。なんでそんなひどいこと言うのーっ,って。<laughs> お前でもあれだよ。見た目可愛いから心がブスなんだよ。って。<laughs> おめえは心おめえの心のブス、あれした方がいいぞっって。 まだ良かったな。見た目だったら金かかるけど、心だったらただで直せっから良かったなって。とってしてたよ。俺でもあれが炎上するのはなんかおかしいなって思ったわ。でね、なんかしかもそれね、訴えるって言ってるらしいのね。<laughs> ブスって言われたんで訴えますみたいなこと言ってるらしいの。もうさ、金払ってやれよブスなんだからしょうがねえじゃん。もう、よーわ、じゃん俺たちでちょっとずつ払って払ってあげよう。だってもうしょうがねえじゃんブスなんだもん。かわいそうじゃん。 救えねえ俺たち払うじゃあネモースチャンネルで肩代わりします仕方ねえ俺たち払おうだってしょうがねえブスなんだもんしょうがねえじゃんかわいそうだもんだってちょっとずつ出し合って払おうぜ無理だしよだってだ、そんなさ もう救えねえじゃねえかよ。その程度でさ、切れてさ。<laughs> そう あの、そういう時って俺なんかやたらね、なんか人の悪口言ってる時やたら言葉が出てくるのなんつったっけど、お、お前さちじゃさ、赤の他人がそうやってキレ、ブスって言われて怒られてたてめえお前、今、今、俺とお前がこうやって口論してる間にも、今もなおアフリカでは、チフスやら、セキリやらでお子様が亡くなってる、お前じゃそれについて今、泣け早く泣けやってずっと言ってた、ほら。早く泣けお前や石こんな幸せな国日本で暮らしてて、や、たかだかなブスな男にブスって言われた男にや、お前そんな共感 してんだったら今もな、お前腹水で苦しみあの、鷹とかにつがれてる子供を思い描いて早く泣けよ、お前やおかしいじゃねえか、てめえ自分がだからおめ心がブスだからや同胞傷つけられるクラピカみたいに目真っ赤にしちゃってよって。いいエッチした、その日は。いいエッチしました。南アフリカ理論。あの、クレームは、あの、 ヘキトラまでお願いします。これ言わされたんで僕。<laughs> 言わされました。あの、案件ですこれ。ヘキトラの案件。ちょっと今立場が弱いから、あの、擁護してくださいって言って、俺まだまだやっぱ人気もないんで、こういう下々のところから、今、や案件ですこれは。ヘキトラ案件。言わされました。なんでクレームはそちらまでお願いします。 だって俺、自分の仕事を全うしただけだもん。言うわけねえだろうが、こんな。タイアップ。事務所どこかわかんないけど。男女逆だったらどうなってかな別になんか、男女逆だったらなんかネタにならないっしょ。男って別にきれねえじゃん、そんなので、ね。だって、余計かけて気持ち悪くないなんで男にブスって言うのあんたたちってひどくないって言う男って多分いないと思うから。 お前らバカなことやってんだよお前なんかそのでも危ない奴に声かけんなよで終わるから。多分炎上もしないしネタにもならないと思うよ。再生数すら伸びないと思う。多分、吉祥みたいなさ、お前なんか変なオタクが早口なってんぞみたいなさ。女の子の見た目をさ、傷つけた時のあのさ、 何あの群衆。寄ってたがってくるよな。ウージーで皆殺しにするけど、俺にそんなことやってきたら。<laughs> 俺のレジディアで、今俺、レジディアの入り口でウージー構えてよ。待ってっからよ。ガチャガチャ言ってきた。ヘキトラの中あのガチャガチャでしたバカと思が来たら、お前レジディア来いよ。入り口から一人も入らせねえからな。俺のウージーで。